はい、毎度。今日午前中で教師が終わったんで遊びに来ています。ホテルの近くになんか山形城跡があったんで来てみたんですけど、中になんか博物館があって、まあ、他にもいろいろなんか記念物っていうか、なんか古いなんかものとかな、門みたいなのとかあって見てきたんですけど、後で写真つけておくんで、とりあえず今ここ山形県立博物館かあるんで入れるのかな、ちょっと見てみます。入ってきます。じゃ行ってきます。ものすごい迫力ですね。今にも動き出しそうな感じ。多分一番奥まで来たんだけど、すごい後ろのある多分、ね、古代の亀って感じで、なんかここは鳥がいっぱいいる、フクロウとかウサギもいるね。このさっき釣ったかなウサギいる。剥製なんだけどさ、マジ欲しいなと思ったがさ、学生証あれば高校生無料みたいな。いやー欲しいよ。学生証持ってきてないんだよね、こっちに。お、高い。なんか高いじゃん、かっこいい。あ、つってね、ノスリっていう高めのマシンで鳥がいる。なんかね、古代ってわけでもないものだ。なんか、うわ、これ閲覧中にしとこう。オニヤンマ、虫もいるんだね。なんかこの地域固有のみたいな感じなのかな。この動画はいつもみたいに喋るっていうよりかは、なんかこんなのあったよみたいな映しとく感じにします。一応ね、写真撮っちゃダメとかビデオダメって書いてないんで、とりあえず公園の中半周ぐらいかなしたんだけど、まあ、一周してもいいんだけど、めちゃくちゃ広くて疲れたからいいやと思って、で今これも見て自分砂利なんだけど、枯山水みたいなそういう感じの、まあ、多分歩いていいとこなんで踏み荒らされてるし、今日猫の糞とか落ちてる。一個猫さっきそういえば歩いてたもん。もう特に見るものは見たんで、でなんか県立の博物館があったからそれも見たし、で、ね、すごいな、山形映ってるか分かんないけど雪降ってんの分かるかな。分かる。雲が出てきた。なんかもう雪が降り始めちゃって、でもこれ早く帰んなきゃダメだなって。雪降る予報なんて聞いてないんだけどな。傘持ってくればよかった。雨じゃなくて雪なんだよね、ここは。あったかいからね、冬なんかね、その体についたやつがね、もう見えるかな、見えないか、あ、見えないか。多分そのうちひどくなってきたら頭に積もってたら見えると思うんですけどね。いや、これは雪は欲しいな。見えないんだよね。晴れてるのに雪降ってるってめちゃくちゃ珍しい感じになってんだよな今。昨日動画2本上げたのに、今日午前教習やってたから朝からだったから動画撮れてなくて、いやほんと何しようか、そろそろご飯食べるとか飽きたでしょ。だからもうどうしようかなと思って、本当にもう困ったんだけど、なんか上の縦笛かなんかの音が聞こえてくる。いやすごいね、そろそろ映ってくる。いやわかんない。とりあえず今日はホテル近くにあった山形駅、山形新幹線で東京から山形まで来て、山形駅のどっち側だろう、あ、何口があって見てくるんだぜ。だけどすぐ近くに山形城跡っていうのがあって、その中に県立博物館があって、ちょっと見物できる。大人は300円だったね。で
学生、大学生だと思うんだ、専門学生とかそういうのは150円で、高校生は無料と、学生証は必要ですよという感じでしたね。いやもうすごいね、本当に寒いんで、この携帯を持って、携帯で撮ってるんだけど、携帯で持ってる手がね、寒いんだよ、本当に。寒すぎてかなわない。まあ、だからもうきついから、雪もなんか結構降ってきちゃったし、もうひどくなる前に宿に戻りたいと思います。もうなんか曇ってきたんで、もうとりあえず早く宿に戻りたいと思います。じゃあ、多分この続きは宿になると思います。はい、じゃあエンディングにします。さっきの動画でエンディングは部屋で撮るみたいなことを言ってたと思うんですけど、僕完全にそれ忘れてて、さっきまでの動画で終わらす気でいて、今動画編集してるんですけど、ちょうど動画編集してて自分がエンディングはホテルでやると思うんですけどって言ってるの聞いて、あ、やばいと思って今エンディング撮ってます。だからまだこの動画を、このエンディングの動画だけね、エンディングの動画だけ撮ってる時点では編集終わってないです。こっからもうちょっとだけ、まあ僕全然そんな凝った編集してないから5分10分とかでやると思うんですけど、で現在時刻がね、多分というか、まあ、見るんだけど、今6時半ぴったりなんで、夕食がね6時半からなんで、僕気づかなくて6時からだと思って、さっき6時20分ぐらいに行ったらまだできてないよとか言われちゃって、ああやっわみたいな。しかもこの県にね、ここにこの県があるんだけど、県に6時半からって書いてあるの。僕てっきりラストオーダー9時までで、9時半までなんだけど、終わりが9時までっていう風に頭にあって、ってことはなんかその1時間刻みだと思ってて、30分からだと思わなくてね、もうやっちゃったよね。6時過ぎに人がバタバタ出ていく音がしたから6時だと思ってたんだけど違ったね。今自分で編集してて思うけど、外でどのなんかその打ちカメで、今このカメラなんだけど、スマホのね、このカメラで外で撮ってる時と今こうやって撮ってる時と自分全然顔面違う気がするんだけど、まあ僕その他の YouTuber さんとか見てて、マジで映る角度とかによって全然顔が違う YouTuber とか、まあ、知ってるんで、自分もそういう部類なのかなとか、メガネがね今これだからね、これでない時もあるからね、これでない時映したかな、わかんないけど、多分どっかに映ってると思います。今、まあ、よかったら探してください。もう2分も喋っちゃった、喋りすぎだね。じゃあこの辺で終わろうと思います。今日はなんだ、城跡に行ったんですよ。城跡に行って博物館見てきて、まあ見てきました。じゃあそのなんかこの動画見てよかったと思った人は高評価、チャンネル登録と、あと他の動画の視聴と、あとコメントください。マジでコメントくれるだけで、もうなんか最初1分ぐらいだけ見てコメントしてくれてもいいんで、コメントください。あとじゃあこの動画のエンディングの後ろに、今日見たものたち、今日写真撮ったんですけど、それをじゃあいくつかくっつけておきます。それもよかったら見てください。じゃあご視聴ありがとうございました。